なぜだ、なぜここにいない。まだ王宮をくまなく探し切ったわけじゃねえが、オルキスちゃんにしろ西将さんにしろ出てくる気配はねえな。ありえない、奴がここ以上に執着する場所があるというのか。落ち着けアポロ、まだ探してねえ部屋もあるはずだ。頑張れ。くそ、必ずだ、必ず見つけ出さなければ。頼む、何としてもあの人形を探し出してくれ。見つけたぞ侵入者どもめ、貴様らの命運もここで。うわ、黙れ、ゲスが二度と口を開くな。クソ、ありえない、なぜ見つからない。ここにメフォラシュにいないのだとすればどこへ。ここにいたか侵入者め、みんなこっちだ、応援を頼む。今の私はすこぶる機嫌が悪い、元よりないが、今の私に慈悲など期待してくれるなよ。おいどうしゃ、そうだ、この程度か。お前の終わりは見えているよ。幻想の中で滅びよ、セレネディーロシー。クラフ、どうか私に力を。ごめんなさい。皆さん、ご無事ならよかったです。どういうことだ。参ったな、これで手がかりはなしか。やっぱりエルステの今の首都に行ったんじゃないの。アガスティアか、ありえない話ではないと思うが。なあ、あのフリーシアってやつは何が目的なんだ。それが分かれば今どこにいるのかも分かるんじゃないか。奴の目的か、それが分かっていれば苦労はしない。日程を送り込みはしたが、分かったのは手段の一部だけだ。奴は何らかの目的達成の手段としてあの人形やルリアを欲している、それは間違いない。しかしその目的は不明だ。だが求める手段から見て聖少獣絡みなのは確かだろうな。聖少獣が絡んでるってだけじゃ、どの島に行ったってのは突き止められねえな。フリーシアの一族はこのメフォラシュで代々エルステ王家に仕えてきたのだ。奴がここを選ばないということは、ここではないどこかを選ばざるを得ない理由があるということだ。
けど、それもわからないんじゃ動きようがないわ。まずは手がかりを見つけなくちゃ。そんなら、その首都のアガスティアってとこに行ってみようぜ。なんてったってエルステの首都なんだ。何かわかるかもしれねえしな。しかし B 君、アガスティアはいわばエルステ帝国の心臓部だ。このラビ島に降り立った時以上に侵入は容易ではないだろうな。そっか、そうだよな。ともかくオルキスちゃんがここにいないと分かった以上、とどまってたってしょうがねえ。次にどこへ向かうかはここを脱出してから考えようぜな。そんなに急いで、どちらにいらっしゃるおつもりですか？リーシャさん？どうして？小娘が何の用だ？今は貴様と遊んでやる暇は。小娘じゃない！私はもう、小娘なんかじゃない！リーシャ殿？私には、あなたたちのことが正直よくわかりません。でもモニカさんは、あなたたちのことを高く買っている。現に私とモニカさんを退けて、あなたたちはアマルティアを脱出した。それが事実なのは分かってます。でも納得できないんです。どうしてあなたたちがモニカさんに認められたのか。だから試させてください。再び私のこの刃で。ふん、息がいいな小娘。しかし先も言ったように、我々には遊んでいる時間はない。剣の相手が欲しいのなら、とっとと帰ってあのチビにでも。私は、フリーシア宰相がどこへ行ったのかを知っています。何？秩序の気空団、第四気空艇団は、ファータグランデ空域の各所に駐在員を置いています。そのうちの一人から連絡がありました。エルステ帝国の戦艦が寄港し、フリーシア宰相ほか数名が上陸したと。ほう、無造無造の集まりにしては良い働きをしてくれたようだな。それで貴様はその情報を盾に我々に何を求める？ま、求められたところで従ってやるかどうかは別だがな。私が求めるのは再戦です。私に認めさせてください。あなたたちという存在を、そして私に教えてください。今の私には船長として何が足りていないのか。非常に申し上げにくいが、もしこれが独断専行なら、船長としては慎重さや責任感が足りていないんじゃないか。それはその、とにかく、あなたたちと再び剣を交えれば、何かがわかる気がするんです。モニカさんだけじゃなくて、きっと父さんも、あなたたちには一目置くと思う。私はまだまだ、二人には遠く及ばない。だけど、近づきたいんです。だから、待っています。あなたたちの気空艇、グランサイファーのそばで。宣戦布告ってやつか、こりゃ。あの小娘も少しは骨があるようじゃないか。あまり待たせるのも悪いな。さっさと行って早々にぶちのめしてやろうじゃないか。行くぞ。
行くぞ。あなたに幸せの種プレゼント。よしそう、行くぞ。おしまいだ。よしよし、おしまいだ。伝承をすべし風の力、権限せよ風をエルケール。たくさんのお花に囲まれてあなたも幸せになあれ。自信作だぜ、ウラタリアソウル。おしまいだ。精霊のご加護に感謝します。なんだか妙なことになっちまったが、ともかくこれで次に行くべき島は見えてきたな。でもあの人に勝たなきゃいけないのよね。そうでなきゃ教えてくれたところで逃がしてくれるとは思えないもの。どうということはない。今度こそ骨身に敗北の味を染み込ませ、二度と歯向かわぬよう教育してやる。果たしてそう簡単に行くかな。何？リーシャさん、なんだかアマルティアで会った時とは少し違ってる気がしました。なんていうか迷ってるんだけど吹っ切れてるような。あの子、覚悟を決めたのね。正面から壁にぶつかっていく覚悟を。そういう子って強いわよ。きっと全てを私たちにぶつけてくるわ。私とて覚悟などとうの昔に固めている。あの小娘に教えてやるさ。背負っているものの違いというものをな。あなたは。アポロちゃん、王宮の方で何かあったみたいだけど。まずいな、騒ぎはここまで伝わっていたか。ねえアポロちゃん、まさかとは思うんだけどね、アポロちゃんはオルキス様を見つけたのかい？10年前のあの日から町を離れてたのも全部オルキス様のためなんだろう。それでこの王宮の騒ぎだけど、アポロちゃんとオルキス様に何か関係があるのかい？それなら私たちにも。それには及びません。オルキスは必ず元気な姿で連れて帰ってきます。必ずどんな手段を使っても、どんな非道に手を染めようと、町のみんなが、この国のみんなが望んでいる底抜けに明るいあのオルキスを連れて帰ってきます。誓ってそれを約束します。だからもう少しだけ時間を。アポロちゃん、あなたは本当に変わらないね。いっつもオルキス様のことばっかりで。でもね、よくお聞き。私たちが心配しているのは、アポロちゃん、あなたのこともなんだよ。だってあなた、ちっとも笑わないじゃないか。
おかげですぐには気づけなかったよ。昔はあんなにオルキス様と一緒に楽しそうに笑ってたじゃないか。それは昔の話です。いや、今も昔も変わらんよ。何か辛いことでもあるのかい？そんなに眉間にしわ寄せて、せっかくの別品が台無しじゃないか。私たちが心配してるのはオルキス様だけじゃないんだ。何か辛いことがあったのなら、いつでもこの町に帰っておいで。私たちはこの町で待ってるから。この町だってもう何千年も変わらないんだ。いつまでだってあなたを待ってるよ。あ、おい待てよ、先に行くなって。すまないご婦人、私たちは先を急ぐ理由が。うんうん、そういうことなら行っておいで。そうだ、そこの青い髪のルリアちゃんだったかね。はい。アポロちゃんのことどうかよろしくお願いね。はい。うん、いい返事だ。さあ行こうぜ。いくらなんでもあの黒騎士を一人にはしておけねえ。みたいギミックがあってね。なんも怖くないな。成功。成功。すべし風の力、権限せよ風をエルケーン。やりました。あ、よかった。私はもう立ち止まれないのだ。私の手は汚れてしまった。もうあそこには帰れないというのに。くそ、もう私には何もない。彼女を取り戻すまで私のこの手にはもう何も。そんな風に思ってたんですね、ルリア。大丈夫ですよ、黒騎士さん。ふん、アポロニアさん、あなたには私たちがいます。こうやってすぐそばにいます。だからなんだというのだ。お前たちはいずれ私の敵になる。私たちは同じ道を歩むことはできない。まだできます。いつかどこかで道を違えなくちゃいけないかもしれない。でも今は一緒です。ずっとじゃなくても今だけでも私たちは一緒です。お前は
それがどういうことを意味するのか、わかっているのか。お前が取った私のこの手は、いつか剣を握り、お前たちに刃を向ける。それがわかっているのか。わかってます。でも、それでも私はこうしていたいんです。くそ。ルリア、お前は強いな。当然です。だって、私のそばにはいつだって、私を強くしてくれる人がいますから。知ってますか？一人じゃないって、それだけで無敵なんです。お前だってそれを知ったのは最近だろ。ですね。でも、ようやく気づけました。ありがとう。さあ、行きましょう。リーシャさんが、オルキスちゃんが待ってます。だが、貴様にはみっともない姿を見せてしまったな。さっきまでのことは忘れろ。二度と思い出すんじゃないぞ。貴様ならば仕方ない。二度と思い出せぬよう、その頭をかち割るしかないな。ダメですよ、そんなことしちゃ。安心しろ、半分ほどは冗談だ。さて、それでは行こうか。我々を待つ決着の場へとな。来ましたね、ちゃんと逃げずに。ふん、我々に逃げる要素があると思っていたのか。いいえ、でも逃げなかったその判断を賢明だとは思いません。ほう、大口を叩くようになったじゃないか。確かに、やっぱ何か違うな。うん、なんでだろう、なんか妙に緊張しちゃう。剣の腕というのは一朝一夕で上達するものじゃない。しかし心持ち次第で、覚悟次第で、踏み込みや体さばきには大きな違いが生まれるんだ。心を決めた者はためらわない。強いぞ、今の彼女は。覚悟なら俺たちだって負けちゃいねえさ。そうね。それに、ついに彼女もいろいろと固めてきたみたいだし。さあ、剣を抜け、小娘。小娘ではありません。私は秩序の気空団、第四気空艇団船団長リーシャです。いい目だな、強い決意が見える。だが、私も負けるわけにはいかないのだ。力を貸せ。ここは覚悟の戦場だ。貴様の覚悟、私の覚悟でねじ伏せてくれよ。迫力の守護神の加護あれ。
かないの。ファーストいこう。最初の行方でしたね。ああ、奴は今人形を連れてどこにいる。人形？ああ、そういえばオルキスさんのことをそう呼んでいましたね。オルキスさんの所在については確かな情報はありませんが、フリーシア宰相についてはメネア公国領のルーマシー軍島にてその姿が目撃されています。ルーマシー軍刀だと？